元気ですか？セブンス・デイ・アドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。今回のお話は肉の思い、霊の思いです。新約聖書ローマ人への手紙の8章の5節、6節には次のような言葉があります。なぜなら肉に従う者は肉のことを思い、霊に従う者は霊のことを思うからである。肉の思いは死であるが、霊の思いは命と平安とである。肉に従うとは言うなれば、人の言葉に従うということです。人間的な思いや利己心だけで判断をすること、これが肉に従うということです。霊に従うとは、神様の御言葉に従うということです。聖書に書かれた神様の言葉、それを基準に生きていこうとする、それが霊に従うということです。肉に従う者には平安がありません。自己中心に生きていきますとストレスがたまります。一見勝手気ままに振る舞うということにはストレスがないように思えますが、自分勝手な人ほど周りとぶつかりストレスをため込みます。周囲を批判し、絶えず不平不満を口にします。しかし本当の原因は自分にあるのです。反対に神様の言葉に従って生きるとき、平安という実が実ります。愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制といった実を結びます。私たちは今、この肉的な生き方、肉に従う、そして霊的な生き方、霊に従う、この間を行き来しながら生きているのかもしれません。時には自己中心的な思いを持て余して、聖書の御言葉に従って生きようとします。しかしすぐに肉的な思いが頭をもたげてきてしまう。所詮私は人間だからと平気で御言葉を拒んでしまう、そのようなことがあるかもしれません。そんな中で私たちが本来歩むべき道は霊に従うこと、そのことに気がついていくことは大切です。本来の道を定めてイエス様とつながっていくならば、霊の思いに豊かな実を実らせていただけるに違いありません。最後までメッセージをお聞きいただきありがとうございました。皆様の上には神様からの祝福が豊かにありますように。